第10回みんなの農園見るんです、イエーイ。はい、どうもどうも、こじまです。今回で10回目となります、みんなのすみっこ農園を見に行くという企画になります。今私の農園はこんな感じです。みんなはどんな感じの農園になりましたか？少し時間が経ったのでだいぶ変わった人もいるかもしれませんので、早速ね見に行きたいなと思って、こちらのグランプリを開催させていただきます。やることというのは、みんなの農園のアイディアを教えてもらって、私が見に行って、あーここかわいい、ここいいねとか、そんな感じで言っていく、そういった内容です。気になる方は過去の動画見てみてください。それでは応募方法がありますのでね、それも伝えながらね教えていきたいかと思います。応募日程は5月の18日から5月25日水曜日までに送ってきてください。送り方は前回も使った Google ホームっていうねアンケートサイトみたいなのがありますので、そこから送ってください。リンクは概要欄に貼っておきます。で、必要なものが農園の名前と農園の ID が必要です。左上のアイコンを触るとこちら表示されますのでね、 ID と農園の名前しっかり教えてください。そして応募するサイトはこちらになります。第10回すみっこ農園グランプリ、応募期間が5月18日か5月25日です。農園の名前を入力してもらって、農園の ID、 農園のアピールポイント、頑張ったところですね、そういったところも教えてください。例えば私の農園の場合ですと、小島の顔頑張ったよとか、ここの階段風にして作りましたよとか、そういう風に書いてくれるとねいいかなと思います。最後は自由にね好きに書いてください。書かなくても大丈夫です。それでは今回の説明はここまでになります。さあ10回となりますけども、みんなどんな農園になるのか楽しみですね。それではみんなの応募待ってます。ならねー。